五島寺線は、福岡県飯塚市の新飯塚駅から、福岡県田川市の田川五島寺駅に至る、九州旅客鉄道の鉄道路線である。全線が、本社鉄道事業本部直轄となっている。全線が、旅客営業規則の定める、大都市近郊区間の、福岡近郊区間に含まれる。五島寺線では、IC 乗車カード、守護課の利用はできないが、福岡、佐賀、 大分、熊本エリアの守護課利用可能駅総合館を利用する。際に、守護課で入り出場し、ご当寺線を途中経路として利用することは可能である。リアルタイム列車位置情報システム、どれどれの配信対応路線であり、スマートフォンアプリ、JR 九州アプリ内から参照可能。ご当時線では、新飯塚駅、下賀茂駅、田川ご当時駅の、 各構内及び新飯塚駅下鴨茂瀬駅間、下鴨茂瀬駅田川五島寺駅間に在線する、列車の種別、行き先、遅延情報を提供する。駅ナンバリングが制定されており、五島寺線の路線記号は、JJA、ラインカラーは、紫となっている。2018年3月17日改正時点では、各駅に停車する普通列車下り22本上り23本の、 他、途中無停車の快速列車が朝に、田川ご当寺行きのみ運行されている。日中と夜間は1時間に1本の運行で、ラッシュ時は、下鴨西駅で行き違いを行い1時間に2本が運行される。ワンマン運転を実施しており、2007年3月18日のダイヤ改正より2両編成の列車もワンマン化された。北彦山線と直通する列車が、 2018年ダイヤ改正以前は、午前中により2本上り1本あり、うち1往復は新飯塚駅添田駅間の運転、下り1本は新飯塚駅発彦山駅機であった。同ダイヤ改正後は、いずれも新飯塚駅20時台発が添田駅、21時台発が田川板駅行きとなり、それ以外は、すべて新飯塚駅田川後藤地駅間の折り返し運転となった。 新飯塚駅田川五島寺駅間の所要時間は、快速が16分、普通列車は、おおむね20から25分。筑豊笹栗鉄道事業部の大型、車両をセンター所属者が用いられる。北彦山線及び、筑豊本線と共通運用。現在運行中のキハ40系機動車短い路線であるが、歴史的に3区間に分かれる。 いずれもが私鉄を買収した区間で、元は石炭や石灰石を輸送するための貨物船であった。新飯塚下賀茂聖は1902年に九州鉄道が敷設した貨物側線を前身とする筑豊本線の貨物支線。田川五島寺から企業間は豊州鉄道が1897年に敷設した田川線の貨物支線である。 豊州鉄道は1902年に九州鉄道に合併され、その九州鉄道も1907年に鉄道国有法により買収され、関節鉄道に編入された。残る下川模星、企業間は1922年に千尾山で産出される石灰石などを運ぶために九州産業鉄道により開業した区間である。新井塚川は、 1920年の旅客営業開始時に、吉尾漆井釜が、筑豊本線から、漆製線として、分離。1943年に、産業セメント鉄道の路線を戦時買収により、編入した際、後藤寺から企業間の田川線の貨物支線も合わせて、新飯塚後藤寺間が、後藤寺線となった。下鴨製漆製間となった漆製線は、 1966年に下山田まで延伸されるが特定地方交通線に指定され1986年に廃止された。新飯塚駅でのご当時線列車のタブレット受け渡しは貨物駅を表す。廃止区間にある駅を除く。平均通貨時員、旅客運輸収入は以下の通り。ありがとうございます。